ハセツネカップもしくはハセガワツネオカップは日本山岳耐久レースとも呼ばれ、1992年より毎年開催されている東京の山岳地帯を走る総距離7 1トルのトレイルランニング。累積標高差4 5 8 2ル。名称は日本の登山家、ハセガワツネオに由来する。日本では最も古くから行われているトレイルランニングの一つ。 日本トレイルランニングレースのパイオニアとして知られる古いレースで通称波折根と呼ばれ日本最高峰レースの一つとして数えられるレース中水とスポーツドリンクを合わせた計1.5リットルの給水をつく読みで受け取れる以外には他社からの補給、補助は認められない寒暖差対策や乾燥対策など装備にも十分な検討が必要であるコース難易度も高い 参加者も2000人を超える日本最大規模のトレイルランニングレースである。距離 71.5km、累積標高差 4582m の平均傾斜は6.4%であり、国際的なトレイルレースの最も過酷な部類、カテゴリー AL に相当する。71.5km という距離について、実際の距離よりも長いのではとの指摘がなされることがあるが、 測定は、斜面や岩場を、距離測定器を転がして正確な添い面距離を計測している。制限時間は24時間。男性のコース記録は7時1分13秒、女性の記録は8時54分7秒。コースは、平均的なハイカーのペースで約5日半かかる距離で、参加者はこのコースを7時間から24時間で、走破する。 4年に一度の明けるの市議会議員選挙のため、スタート地点の学校校庭や体育館などの諸施設が投票などで使用できないため、開催日が1から2週間ずれる。ありがとうございます。